2018年6月14日13時2分連続テレビ小説、半分、青い。第65話の一場面。漫画のストーリーを使わせてほしいと鈴亜、長野芽郁に頼み込む僕手、志尊淳、C、NHK 女優の長野芽郁、18、がヒロインを務める NHK 連続テレビ小説、半分、青い。月チルダ土曜前8:00は15日、第65話が放送される。優子、清野菜名のデビューを妬むなど、僕手、志尊淳の様子がおかしい。優子は僕手の変化に気づき、声をかけるが、僕手には届かない。ある日、僕手は鈴亜、長野に、神様のメモのストーリーを使わせてほしいと懇願。僕手の切実な様子に戸惑いながらも、鈴亜は首を縦に振る。後日、鈴亜の部屋の扉が叩かれる。寝ぼけながらに扉を開けると、石本、新川遥から僕手がいなくなったと告げられる。朝ドラ通算98作目。フジテレビ、素顔のままで、ロングバケーション、空から降る一億の星、いや、TBS、愛していると言ってくれ、ビューティフルライフ、オレンジデイズ、など数々の名作を生み、ラブストーリーの神様、と呼ばれるヒットメーカー、北川恵理子氏、56、のオリジナル脚本。岐阜県と東京を舞台に、病気で左耳を失調したニレの鈴亜、ニレの、鈴音が、高度経済成長期の終わりから現代を七転び八起きで駆け抜ける姿を描く。プラスアルファ、第64話、14日、のラストに登場した草木雑書房、月刊アモーレ。編集部の怪しげな編集者、黒崎を演じたのは俳優の古澤祐介、42。映画、少年、何者、などの記載、三浦大輔監督が199。6年に結成した演劇ユニット、ポツドール、の常連。古澤の公式プロフィールに、その歪み、歪な存在感は、見るもの、に不快感を与える、と記載通り、毎回インパクトを残してい